はいどうも、デチャン編集部員のピスタチオ田中とジャンバリドット TV、ジローです。さあ本日はですね、はい、この2人で、はいはい、こちらでございます、はい、スマスロワンパンマンの解説動画を撮っていこうかなと思っております。はい、知ってます？あの、なんとなく知ってますけど、はい、実写とか違うよね。一回帽子だけ取ってもらっていい？うん、それだけ違うよね。違うんよ。違うよね。別人。いつも地球守っていただいてありがとうございます。埼玉、田中。ああ、そうかそうか、全然違うか。埼玉と田中違うんで。全然違うか。ワンパンマン、はい、あの詳しく説明すると、はい、コミック累計部数がですね、はい、3000万部。すごい。すごいよ、この時代に3000万、まあ、知らないと多分いないと思います、うん、もちろんパチンコも出てますし、はいはい、その大人気なコンテンツがパチスロになるという、はい、非常に楽しみな一台でございます、はい、で注目ポイント、まず先に、皆さんにご紹介していきたいと思います。こちらをご覧ください。本機の魅力でございますけども、遊びやすさと出玉力といったところで、遊びやすさの説明なんですけども、通常時128ゲーム以内のチャンスゾーン統制率が約 60% オーバー、通常時のチャンスゾーン救済ゲーム数が320ゲームで、初当たりやチャンスゾーンが軽く遊びやすいながらも、それだけではなく、安心してください、純増約4枚、継続率約 92%、 獲得期待枚数が3580枚の最上位 ATO を搭載することで、出玉感のある1台となっております。はい、以上が注目ポイントでございますけども、はい、ありがとうございます。いや、遊びやすいのに出玉力だなんて、そんな両立しません。マジでエンディングでなんて言ってっかな。マジでなんて言ってっかな。私ちょっと示唆しているんですけど、はい、バカおもろいっす。マジでこれ、まあ、またまたとも言いづらいけど、それはまたまたって、うん、またまたなるとも、うん、みんなでなると思います、うん、はい、それでバカおもろいんで。マジですか、はい、なんで私は今回、はい、まずは解説役で、はい、ジローちゃんに打ってもらいながら、いいの、はい、後ろでやっていこうかなと、はい、お願いします。思いますので、早速実践スタートです。さあジローさん、はい、よろしいでしょうか。大丈夫です。まずちょっと打ち始める前にやっていただきたいことあるんですけど、はい、プッシュをしてください。はい、プッシュをします、はい、だからキャラカスタムと出ておりますけども、はい、21人から選択可能と。すごいね。でね、これ声優さんもめちゃめちゃ豪華っす。はー、なんでお好みの、二郎ちゃん好みの子を選んでください。僕味変とかあんまりしないタイプで、おお、はい、まずはそのままの味を食べてからと思ってますので、通常顔かな。 OK、 埼玉ですね。はい、埼玉で。じゃあいきますか。はい、ジババワ様のありがたい予言っていうのがあるんですけど、ここである程度モード示唆を行っているといったところで、この辺の詳細はまたおいおいと。なるほど、41って書いてあるんですね。結構数多いの。めちゃめちゃ種類あるってこと。はい、50ぐらいまで多分あると思うんです。へー、はい、で打ち方いきましょうか。はい、お願いします。もうできとるやん、打ち方。まあこういうのはね、もうバー狙えて、そう、お母さんに習いましたから。でスイカまで滑ってきたら、はい、中リールフリーで大丈夫です。はい、右はバーを目安にスイカをフォローと。バーを目安、めちゃめちゃわかりやすい。わかりました。でレア役の説明なんですけども、はい、序列が下から言います。スイカ、ジャックチェリー、はい、その上にチャンス目、強チェリーと、はい、で強チェリーの停止形は、右リール中段にリプレイがある場合はジャックチェリー、はい、それ以外で全て強チェリーと、はい、めちゃめちゃシンプル、わかりやすい。わかりやすい、はい、で通常時なんですけども、はい、まずは、規定ゲーム数消化、はい、もしくはコインアタックチャレンジから入るヒーローストックゾーンを目指していくのが、ゲーム制でございます。はい、わかりました、はい、チャンスゾーンが会心襲来チャンスゾーンなんですけど、はい、その手前に絶対ヒーローストックゾーンっていうのがありますんで、はい、まずはそこのヒーローストックゾーンを目指すと、はい、これゲーム数がメインなんですか。ゲーム数がまあメインです、はい、なるほど。でゲーム数なんですけども、128ゲーム以内に当選率が約 60% チャンスありますんで。またまた、いやいやいや、そうなのよ。60% あるのよ。で、はい、救済的なゲーム数がですね、はい、320です。あ、浅いんや。はい、なんでだいたい10プッシュで1チャンスオンはできるよねっていう。はい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 、確かにね、内容になってます。うもう朝からもう20回も30回もあのプッシュボタン押したくないですから。そうなんですよ、右側にあるやつね、はい、で今、ステージがこれ全長ステージですね。ヒーローサーチモード全長ステージ、はい、
でキャラが集まれば集まるほど、はい、いや集まってないんだよな、これサーチなんで見つけてる、発見すればするほどなるほどなるほど、はい、ステップアップして、はい、見つけた機械度が上がっていきますよと。オーラも黄色に上がりました、はい、もう一人見つけると緑で赤で7人全員集め見つけると、見つけると、うん、発見するとめちゃめちゃ熱いです。リプレだからチャンスリング試してみるか。でこれ演出成功で、はい、ヒーローストックゾーンへと。でプラス今、ジェノスの演出なんですけど、成功すればジェノスが絶対にヒーロー参戦してくれます。ほー、あ、ダメだったか。これで一連の前兆はなかったですよと、はい、じゃあ次1、2番まで期待して打ちましょう。はい、これあの左側のゲーム数がさっきビリビリしてたんですけど、はいはいはい、普通に戻ったんで、これでまあ前兆終了ってことね。そういうことです。はい、まあ、ビリビリしだしたらやめるっていうか、1、2分まで回せよと。まあそうか、うん、そもそも確かにね。このアイキャッチもね、うん、若干示唆があって、今埼玉がデフォルトなんですけど、はい、ほうほう、これが例えば他のヒーローとか、はい、だった場合はそのヒーローが、うん、要はストックできるんじゃないのの示唆です。あーなるほどなるほど、はい、だから竜巻とかがいたら、うん、出たら、うん、ちょっとチャンスゾーンまでは打とうかなっていう。あー、いいチャンスゾーンというか、そのチャンスゾーン中のキャラがね、そうですそうです、強いから、はい、チャンスゾーンのシステムとは後で説明するんですけども、はい、そういうワンポイント補足もある。へー、さあレアイくん、はい、中振り打ち、振り右バー、右バー、オーケー、おーチャンスね。序列的には境地の下ですね。でこのレア役から、はい、レア役全般全役で、はい、コインアタックチャレンジの抽選を行ってくれてます。ほう、コインアタックチャレンジ、はい、でこのコインアタックチャレンジは成功でヒーローストックゾーンで直に行くと。ほー、じゃあゲーム数からのルートもあれば、はい、レア役から行くルートもあると。そうですね、うん、でもう一個ね、強制とかから行くキングゾーンっていうのがあるんですけど、はい、キングってまあ強キャラなんですけど、はいはいはい、このキングゾーンに行くと、まあ、突入した時点で BB 以上濃厚と。ほー、成功で、まあ、エピボ的な、まあ、AT もくっついてくるよっていうボーナスがあると。今これヒーロー強化行ってビリビリし始めました。これが前兆のスタートなんですよね。はー、はい、ああすごい動きやね、まあ、通常レア役対応なんですけど、多分今の演出とか、はい、そういうのが前兆中に頻発すると割と強いよと。でこのヒーローサーチモードへの行き方も結構重要で、はいはい、連続演出から突っ込んだりするとちょっとチャンスアップとか、このパターンですね。これちょっとチャンス、チャンスアップパターンで失敗から行くと思います。はい、はい。見つけるやつね。まずは見つけるやつ。そう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 。到着してないからねまだ、はい。ちなみにこの前兆のちょっと熱くなれるパターンとして、はい、アトミックザルムライとシルバーファング、はい、竜巻、いずれかが点灯するとちょっとチャンスアップとか。右3人。はいはいはい、あでジローちゃん今1人飛ばして金属バットから行ってるじゃないですか。はい、これもチャンスアップパターンです。へー。左から順についていかないパターン、これ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 、いいね、言葉し今、はい、え、戻るとかあるんだちょっと強いよ、 80%、 80これはもう80は100っていう噂やもんね。だからもうこれ演出から大事ってことよね。そうそうそう、誰が出てくるのかっていう、そういうことです。例えばこの今も見つけた3人からしか発展しないんで、はい、なるほど、まあ、でもそういうことか、一番いいのを持ってきてるジェノス。これ1個チャンスアップ絡むだけでかなり強いです。あー、オッケーです。もろたか、さすがにもろた。ほー、はい、まあ 60% あるもんね。まあまあそうなの、1人パーがね、はいはいはい、でまず前兆の目指す先、これヒーローストックゾーンに行きますよと、はい、行きました。で3種類あります、青、緑、赤で、赤に行くほどヒーローのストック獲得期待度が上がっていくと。わでこれで青一番下ですね。ただこのヒーローストックゾーンに行った時点で1人参戦は確約されているので、はい、2人以上
ヒーローを持ってチャンソン怪人襲来チャンソンに行けると。あと消化中のレア役等でも、はい、まあ、参加抽選してますんで、ここの引きも大事。ここのヒーローがめちゃめちゃ大事なんですよ。そうなんです、あの窓からのチャンスゾーンで、はい、響いてくるんですもんね。かなり大事です。だからより多くヒーロー呼んでくれよと。あー、ダメで、来るヒーローも大事よ。ファングあり、あるあーり、あり、はい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 、めちゃめちゃあり、まあ、上位ヒーローですね、はい、ラストはなしと。で今回はシルバーファング、はい、とジェノス、ジェノスを持ってチャンスゾーンに行きますよと、はい、でヒーローストックゾーン昇格後は絶対このチャンスゾーン行きますんで、はい、出てくる敵が重要です。3種類一番強いハシュラカブト、まあ、紹介していきましょう。はい、わかりました。ここからチャンスゾーンです。貯めたヒーローを使って、ま、ず今50分の1で出ました。これをどんどん下げていきましょうねと。下げていく、はい、まずはジェノスから、はい、ジェノスが攻撃1ヒットするごとに分母が1ずつ下がっていきます、はい、ほう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 。でこの分母を下げることによって、はい、最終的にはセブンカウントチャンスというのが生きてくるんで、とにかく下げていきましょう。わかりました、はい。これピッさんが、周りにいない人はこのプッシュボタンを押したら出るってことですね僕です、それ。ああ、そうかそうか、はい、それが僕です。プッシュ押したら皆さん、はい、僕登場しますんで、はい、みんな。しかもこれさ、すごくない、うん、静止画じゃなくて、うん、ね、ムービーでやってるんよこれ、うん、すごい。これ企業努力、はい、そうなんですよ。あ、で今持ってるここ、あ、分かりやすいな、はい、キャラクターもここだよと。そうなんですよ。獲得したヒーロー序列があって、まあ、竜巻が一番上にいます、はいはい、で今回ジロちゃんがジェノスとファングなんで、はい、まあ、中と中の上を持ってると。あ、こことここか、はい、はいはいはい、で性能だったり、はい、例えばその倒れるまでの継続ゲーム数が保証分が長かったりっていうヒーローの特性がありますんで、はい、まあ、とりあえずやっていきましょう、はい。でリプレイで必ずダメージ1ポイント以上で、前役で攻撃抽選、あとは攻撃食らう抽選もしてますんで、あ、リプレイとかだったら攻撃されることはないです。ヒット以上攻撃食らうと危ないってことですね。危ない。でこれ目に見えてないんですけど、保証ゲーム差がなくなった時にこういう倒れる抽選に、ちょっとそうか、ちょっと次のヒーローへと。早いよ。でレア役なんか聞くと、そのヒーローの特性が発動する可能性があると。メーターがあるじゃないですか、はい、5ヒット与えると、はい、KO チャンスって言って、はい、次ゲーム44分の1で埼玉登場せずとも勝つ抽選してくれてます、うん、あ、このね、44分の1ね、はい、次ゲーム44分の1、いけんことないっす。いける、いったよ。え、嘘、ちょっと待って待って待って、え、ガチ、ほんまに行きました。そういうとこあるんよジロー、ジロー、これは確かにあれね、ちゃんと説明ちょっと聞きたかったけど、ね、そうなんですよ。これジローの特性です。申し訳ないです、皆さん、ごめんなさい、すみません、はい、荒ぶっちゃって。これヒーロー特性持ってますんで、こういうそうなんです。本来なら、うん、この分母を下げてって、はい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 、最終的にはセブンカウントチャンスというのに行って、はい、そこで、まあ、埼玉ってめちゃめちゃ強いん、はい、ですよ、はい、だからその埼玉が登場するかどうかの7ゲームがあるんやけど、はい、それすっ飛ばしてファングが無双しました。うん、おい。でここから、はい、ボーナスで、ボーナス2種類あります。はい、はい、ビッグボーナスと、マジビッグボーナスっていうのがあります。マジビッグボーナス、はい、青でビッグ、金でマジです。はい、通常の、はい、ビッグボーナスと。で告知タイプが2種類選べるんですけど、今回はチャンスでいきましょうか。チャンスで、はい、チャンスでいきましょう、はい、でこのビッグボーナス何するのと言いますと、はい、7揃いでもう AT です、はい、で消化中のレア役で、ヒーローモードの抽選を行ってくれてます。ヒーローモード、はい、このヒーローモードなんですけども、突入した時点で1体で50杯以上あります。おお、はい、とにかく7揃えてください。で AT 目指しましょうよと、はい、でこのビッグボーナスから AT につながる、はいはい、可能性が約 50% です。 50% ね。でチャンスゾーンも 50% やってん、はい、あ、そうか、はい、でこのね 50% 結構大事です。なるほど、狙ってください。7が揃えば AT ダメ、
大体ね130分の1ぐらいっていう。130分の1か。まあでもそうか、2、3回に1回ぐらい引けるってことか。 50% を何回通せるかの勝負です。いや強っ。下パネル消えました。消えてますそれ。はい、すぐ消すよね。真っ暗になりました。気に。これ130分の1。130分の1、約130分の1もらったぜ。ゆとりやったもんね。よっしゃーよっしゃー。オッケー、これで AT。 すごい音やな、はい、すごいな、いい音。 AT 獲得後の消化中のレイアウトなんかは、はい、この後ワンパンラッシュっていう、はい、AT に入るんですけど、はい、そこで使うコア破壊チャレンジのストックを1個もらえると。お、あのワンパンラッシュっていうのに今から入るんですけど、はい、ここを突破して、はい、ボロスプリッツバトルボーナスっていうのを目指すんですけど、ごめんなさいごめんなさい、はいはいはい、ちょっと聞き取りづらくて。だから今回いいですか、まあ、予約すると BBBB を目指すんやけど。 BBBB ね。 4B を目指すんやけど、はい、このワンパンラッシュから 4B までが約 50%、はい、もうええってどっかで自分の無力さを思い知るのよそれはいはいはい。でもヒーローってそういうもんやから。あ、そうか、はい、埼玉だけやからずっと100は。そうなのよ。ずっと 50% か。よし、じゃあ行きましょう。ワンパンラッシュです、はい、ワンパンチじゃないよ、ワンパンよ。ワンパンラッシュ、ワンパンラッシュ。いいね、導入ね、かっこいい。いつものハテナどっちか押してください。スタートですと、はい、で分かりやすく今回はそっち、こっちバトルモードでいきましょう。いやでも可愛い女の子もいい。いやまあそうなんよね、魅力的よこれ。いやかなり魅力ね。これ一番好きだったまである私これが一番、まあ、それはおいおい、おいおい、分かりやすい、分かりやすくいきましょう。分かりました、はい、でメルザルガルドとの決戦、はい、このメルザルガルド、はい、をしばいていくんですけど、はい、100ゲーム持ってスタートです、はい、で順当が約 2.5 枚。おお、でかいでかい。そうなんよ、でかいんよ。この100ゲーム間何すんのと言いますと、はい、リプレイとレア役でアタックパートをまず目指すと。で1万ポイントのヒットポイントを削り切ると、はい、コア破壊チャレンジっていうストックが1個もらえます。ほうほうほう。でそれをどんどん貯めていきましょうねと。で貯めたストックに関しては後ほど100ゲーム消化した後にご説明します。はい、わかりました。リプレイしました。リプレイはもう引いてるよ、はい、そうで、ここからアタックパートいきます。3ゲーム以上です。で成立役に応じて、ちょっとすごい引きしとるなあんた成立役に応じてダメージ抽選、うん、で1万削り切ると1個ストックもらいます、はい、で3ゲーム以上続くよ、はい、でベルで、500ダメージ以上パズル。あ、まだまだ、うん、レア役引いたんで1ゲーム加算されてると思います、ね、はい、この間のリプレイレア役は1ゲーム以上加算します。とにかくリプレイレア役引いて、はい、あの1万ヒットポイントを削り切りましょうと。ああ、押し順から。お、いいよ、いいね。リプレイで行くのよね。あ、 HP は引き継いでるのね、はい、あ、ジロちゃんちょっと待って。なんでしょう。そこで待って、今、はい、ナビが燃えてるやん。燃えてる。この台ね、はい、中ナビが強いのよ。へー。っていうのも、はい、まあ、図柄が中リール拳図柄あると思うんですけど、はい、狙ってください。これ、はい、これがあるのが中リールだけなのよ。あ、確かに。もう普通に適当していいですか。大丈夫です。中ナビの方がダメージ量が多いです。でその後もね、この中っていうのが相当肝になってくるんで、とにかく中をイメージして今から。はい、中第一ナビ、中第一。右だとこれ500以上、中だと1000以上っていう。まあ大事やね。大事なんよ。で左に、はい、左上に破壊チャンスっていう書いてある、はい、でベル引くと今溜まってってるの分かります。はい、溜まってます、はい、破壊チャンスメーターがマックスになると、はい、バー揃いのチャンスがあると。で100ゲームで大体2回ぐらい溜まるんで、はいはい、あとは溜まった時に。はい、分かりました、はい、スタートクバート。いいよ、リプレイなんでこれ4ゲーム続くよ。うまい、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 うまい。あ、削り切りました。そう、削り切ったらこれでコア破壊チャレンジ、はい、ストック1個もらえます。はい、これを貯めて、とにかく貯めて。わかりました。目標、はい、5個。目標5個。5個、どんなもんかわからんな。5個、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 5
でも100ゲーム間だいたい4個ちょいは溜まる計算なんで、はい、なんで5個いこう、ジロちゃん。はい、なんかでもあれよね、あの今のところリプレイしか引いてないというか、リプレイきっかけでこのコア破壊まで行ってるから、はいはいはい、なんかいいね、気楽というか。そうなんや、レア役引いてくれって無理やけど、100ゲーム間でやろう、うん、引けんとき引けんやん。そうリプレイでいいよ、リプレイ引いて、はい、中ナビいっぱい取ってくれはやれる気する。そうなんよ、結構ゲームフローとかガチャついてるように思うけど、うんうんうん、打ってみると割とっていうかかなりシンプル。ちなみにレア役引いた時の恩恵もちゃんとあります。はい、シロちゃん今、はい、このアタックパートで、はい、全部あれれかこのアタックパートの導入で、はい、かける2とか出てくる時あるんですよ。おダメージ量が全部倍とか。へえ、レア役行くと、レア役でこのアタックパート行くと、はい、絶対2倍以上つきます。2倍ってすごいね。2倍強いんよ。でちなみにチャンス目とかなら3倍以上、はい、強地ならなんと5倍です。強地5倍 ?5 倍です。5倍ってもう1回のアタックでコア破壊2つ取れることぐらいはあるよ。全然、ね、あるよね。ちなみにアタックパートで強地いくと、はい、満確定です。へえー、そうなんよ。だから常に、まあ、レバーに力を。ここも外れ引いちゃうとねダメージが通んないんで。そうかそうか、これでコア破壊2個目いいペースよ。残り60ゲームやからね、うん、ちょっと足りてないかも。ちょっといける、だって20ゲームででも1個ずつ取ってってるよ。あ、そうかそうか、いけるいける。あでメーターマックスになったら、はい、生成破壊チャンス、バーが揃えばコアを1個破壊できてる状態からスタートできると。とにかくバーを揃えてください。これは揃わないナビ感出てますね。そうなんです、これはちょっと厳しそうやけど。揃うんかい、揃うんかい、揃うんかい。でこの、はい、1回メタマックスにした時の、はい、バー揃いの期待度が約 25%。 あ、結構あるのね。そうなのよ。で今さ、はい、バー揃えたら右上が撃破ってなったじゃない。なりました。でこのメルザルガルドが全部で5体いんのよ。これ原作に忠実なんだけど、はい、この個体の全員のコアを破壊できれば、ボロスブリッジバトルボーナス。え？ん？なんて、なんて、何が BBBB よ。あ、BB、あー、そう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 、BBB ね。 25% 青はちょっとって言いたいけど、さっき揃ったからな。ちょちょちょ、あれあれちょちょ、あと3体良くなりました。そうなんですよ。よっしゃ、うますぎる。ジャックか。あー、来ました、2倍。なるほどね。中ナビ欲しいよ、ジロちゃん。中ナビよね。あー、もう一発いった。4000減らしたよ。右ナビで。オーケー。じゃあもう1枚いけん。欲しいね。右ナビ、中ナビは1対1ですか ?1 対1ですよ。1対1か。で、今、右下がもうハテナになったんですけど、次ゲームレア役リプレイで、またアタックパート戻れるんで。あーダメか、ダメか、あーダメ、はい、さあこっから3つかな。はい、3つ持って、はい、コア破壊チャレンジ。これ肝です。この台の肝です。なるほど、ここがめっちゃ大事。はい、大事なの。なんて言いました。え、なんて言いました。私何がですか。この台で一番大事なこと。一番大事なことをは、日々の積み重ねが大事みたいな話でしたっけ。直を積んどるな、こいつ。な急に中が大事って言いました。中が大事、はい、中ナビいっぱい引いてください。書いてあるもん、ね、もうウィンって書いてあるもんルースウィンって書いてあるもん。そうそう、なんやで、貯めたコア破壊のストック分、はい、今からチャレンジできますんで、これ突破すると、はい、このコア破壊のストック使いません。はぁ、なんで、うん、イメージ的にはルーズ3回許されてるよっていう。なるほどね、 HP か。 HP です。あー、わかりやすい。なので、はい、中ナビをあと3回このストックが3つある状態で引いたらジョイエティほぼ大丈夫じゃない。いや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 、だってコア破壊チャレンジ3つ持ってて、はい、でこっちあと3体でしょ。3体です。いやいやいや、ほぼ大丈夫。これ舐めんなよと。中でしょ。中です。はい、よいしょと。まず1人、まあ、うまい、これ初手取ったんでかいぞ。いいぞいいぞ。
では使ってないか。そうです。そうかそうか。そんな簡単よ。あ、強い。4つだったね今。簡単よ。すごほら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 マジで簡単よやってるやん。さあラスト1個。ほら、3回で1回引くだけよ。はい、どうぞ。いや強すぎ。もう煽ってないもん。ちょ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 、ルーズ煽ってない。上から降ってきてるって。上から降ってくるパターン。おらい、1個でいいんだからそうなんよ、あの1個で十分な時もある。ただ保険として持っていくことも大事。確かにね、はい、まあこれ逆も起こるもんね。そうなんよ、あの右3連発もあったわけやもん、ね、ひろちゃんあったんよ今の全然あったんよでうまくいきすぎないけど、はい、ここでワンパンラッシュから、はい、ボロスブリッジバトルボーナス。わ、なんか嫌な発音が。ゲットでございます。 BBBB ゲットでございます。これがね BBBB か、はい、ありがとうございます。結構ずっと戦ってるねこれ。そうなの、やることあるよ、うん、仕事ずっとあるからね。あるね、はい、ちゃんと頼むよ。余裕だぜ。 OK、 でここからエピソードを挟んで、はい、ボロスブリッツバトルボーナスでございます。埼玉登場するんです。ここから埼玉とボロスの戦いになると。はい、でまあ、導入パートで簡単な説明なんですけど、はい、ボロスブリッツバトルボーナスは、はい、順当変わりません。約 2.5 枚、10ゲーム、消化後ワンパンアタックというものに行きます。はい、このワンパンアタックなんですけど2分1を3回受けると、はい、で中ナビを引ければまたこのボロスブリッツバトルボーナスに戻ってこれると。おボロスブリッツバトルボーナスとワンパンアタックのループが約 90% あります。 90% いいね。そこ、まあ、これをやりたくて打ったわけですから。そうです、打ってるわけですから。じゃあ行きましょう。はい、行きます。導入10ゲーム、消化してください。はい、消化中のレア役等は左に今あのストックが書かれてると思うんです。これ、はい、それです、はい、そうです。の抽選行ってくれてます。3つ持ってます。え、3つ持って、あ、そうだチロちゃん、はい、あれさ、はい、コア破壊の時にさ、はい、ストックを3つ残して勝ったじゃん。はい、その分が全部ストックに回ってます。あー、なるほどね。で、引きゾーンとか消化ゾーンっていうのはないです。はい、あー、いいね。はい、さあ行きましょう。ここから10ゲーム消化後はワンパンアタックの、はい、でもまだ持ってるもんね。そう、ストック3つありますんで。はい、でこの間本当は中ナビを引いてくださいよっていう。ああ、はい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 。でそれが3ゲーム間ありますよと。でレア役でも OK ですよと。とにかく右を引かずに中かレア役を引いてくださいと。ちょっと入れてほしいのがあるんよな。何ですか、ボロスブリッツバトルボーナスバース。なんて、もう無理やって。 BBBBB が5 5B、5B ね。でこれがその 5B に、はい、入る突入条件が、はい、このワンパンアタック突破時の約 10%、はい、ほうほうほう。でここでいきなりバーストって出たら、うん、その BBBBB に行きます。あ、これレア役で継続したら熱いみたいなのがあったりする。あります。あんねや。あります。レア役の方がもちろん優遇されてると。る、はい、ただ継続するだけじゃなくて、じゃあまあまあレア役引きたいな。で行きましょう。はい、あ、まだストックあるのか。あれ、でこの間中ナビ引かなかったら無限に増えます。ストック持ってる状態だと。ああ、そうかそうか。そうなんです、そうなんです。引き伸ばしゾーンでもある。あ、で、はい、ひろちゃん今ね、はい、左下にチャンスって出たんですけど、あ、青い文字出てました。青い文字出てました。はい、これね、左にメーターがあって、はい、ワンチェイン、2チェイン、3チェイン、はい、これ何がやってるかというと、初手で倒したらワンチェインです。ほう、次も初手で倒したら2チェイン、次も一発目で倒したら3チェインで、3チェインまで行くと約3割でストックもらえます。はい、3割か。うん、ガチで中引いてください。レア役じゃないこれ。なんか金とかついてたよ。何した、でも違うんや。こっからバーストが追加されない。ダメ、弱チェーン。どうかー、ないか。いける。はい、中ナビよ、中ナビよ。パッ、あ、パパパパ、取れへんか。そう、あ、うわ、めちゃめちゃいいパターンやん、あんた。何これ。これそうなんですよ、1枚役でこういう抽選もしてて、はい、オーケー、実はベルじゃなかったですよって嬉しいパターン。あ、
なるほどなるほど、そうなのよ。へえ、いいねこれ。これがあんの。これいいね。これあんのよ。だから右が、はい、もう、ね、絶望ではない。あ、右ファーストナビじゃなかっただとしてもベルじゃないパターンもあんねや。そう、これ今のいいね。すごいの見せるね君。今のはいいわ。行くぞ。はい、うめめ、押せちゃったベルやった。大丈夫。はい、なんか聞いた。下パネ消えました。ちょっと、はい、バーカットインは揃ったら確かバースト確定やと思います。ほな、もうこれもろたろ。赤カットインやもんねこれ。おっしゃー、はい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 。あー、プラスバーストが出る。ようやくや。 BBBBB ボルスプリッツバトルボーナスバースト BBBBB です。そう、これやりたいのよ。何したらいいですか。バーをとにかくいっぱい揃えてください。で、バーを揃えるたび、はい、このバーストのゲーム数が上乗せされます。はい、今4が3足されて7になります。うわ、よし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 。もう一発引いた。はい、もう一発引いた。で、このバー揃えとか、まあ、レア役でも上乗せするんですけど、はい、このゲーム数を延命しながら中ナビいっぱい引いてください。はい、中ナビ引きました。はい、中ナビでプラス2ゲーム。これは、ボロスボーナスのゲーム数を上乗せしてくれます。はい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 。で、このバースト消化し終わった後に、はい、この貯めたゲーム数を使うと。なるほどね。はい、あ、じゃあもうこっちの、あ、いいね。こっちの分母をいっぱい貯め、こっちのゲーム数いっぱい貯めってやるってことね。まあ、5でかいよジロちゃん。これ5でかい。マジでかい。5でかい。じゃあこれ強制とかで、はい、プラス20ゲームとか引っ張ってくることあるんだけど、おお、20とか持っちゃうと、うん、マジで壊れます。これちなみにこれどれぐらいで揃うの。バー揃いですか。バー約4分の1です。4分の1か。引けるね。だから、はい、バーが揃うために3ゲームは上乗せするのよ。はいはいはい、絶対に。はい、これ永久期間できます。なるほど。1回持っちゃうとガチでいい気してる。で、カットインの信頼度が相当高いです。あー、狙いが出たらもう結構熱い。はい、で、押し順が出ても、はい、上からバーを狙いが吹っ飛んでくることもあるんで。あんま意味わからんな。いや、ちょっと紹介してたらわかるよ。上から吹っ飛んでくる。吹っ飛んでくる。かぶせてくるのよ、バーを狙いが。挟んじゃったりしてね。おいおい、とうとう遊び出したぞ。いや、いいよ。スロッターってこういうとこあるよね。あるよね。なんか、おのずとやっちゃう。これどうなんやろ、やってみよう。これがあんのよね。中ナビ、中ナビ。もう20ゲームいきました。 OK。 で、目指すところが、はい、マックスで2250枚。マックス2250枚。はい、はい、ここまでいくと、はい、まあ、最上位をかけたチャレンジができますんで。おお、ちょっと待って、何やってんのでっけ、この人。しかもラスト1ゲームで。そう、こういうのがあんのよ、延命し続けたら。そう、ちなみに、はい、今言った2250枚、はい、これはもう最大目標なんですけど、はい、これ以外にも、はい、250枚おきに、はい、その上位かけたチャンスの抽選をしてくれてるので。あ、え、それ3枚でってことですか。いやいやいや、この1個の AT で。あ、それいいね。そうなよ。だからさ、あー、レア食いてるやん。じゃくちゃのせかくで3ゲームいいね。お、戦ってるうちにあれよあれよともう気づいたら600枚700枚ぐらい出てるから。もうそういうとこあんのよね。あるね。そういうとこあんのよこの台。やばい。いや、さっきもラスト1ゲームだった。いいゲ。あー、あー、惜しい。でも惜しいけどこれもう十分伸びてます。そうか、41ゲーム消化したしね。そもそもその41ゲームプラス28ゲームなんで、はい、実質69ゲームの価値があったよと。はいはいはい。そうね、これでかいよね。でかい。まあでもなんか間口広いし、1、2杯なら 60% ぐらい当たるでしょ。うん、で、まあチャンス層自体もそこまで難しくないように感じるし、うん、で、まあボーナス中も期待度 50%、 まあやれる気する。そう、なんかこの番なしから、うん、BB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 B
な。50パス3回でいいです。はあ。要は。それがね、10プッシュで。10プッシュ。どうにかなるかもって考えると。そうなんよ。だから、はい、ひょこっといって、うん、これだけワン一勝負しようっていう。ああ、できるね。確かにできる。そうなんよ。なんか使った。力は強いよ。しかも赤プッシュじゃない。ボタンが。あ、でも弱者。
赤やけど、うん、ワンチャン光が強いからストック取ってる可能性あるかなと。全長して怖い、うん、あ、あれ、あー、そういうことね。はいはいはい、なるほどなるほど。レア役じゃなかったよとか。ジャッチェリーからストック、はい、割りかし取れますよストックは。ジロちゃん、はいはい、ただね、はい、まあ、上位 AT って私言いましたから、はい、ここがマックスやと思ってるでしょ。まあ上位って言われたらね、はい、安心してください。てかむしろごめんなさい。え、謝られた。最上位やります。これの上がある。そのもう、うん、ボロスブリッツバトルボーナスマキシマム、ま、マキシマム。ここ B じゃないんかい。ここ B じゃないんかいって思った人いるでしょ。これ最後 M つきます。 BBBBMBBBBM、 はい、はい、マキシマムありますんで、それがさっき言った、はい、マックス2250枚で、はい、権利がもらえる最上位をかけたチャンスを突破すると、はい、その最上位マキシマムに入ると。で性能がアップして純増約4枚、あ、いいね。で継続率もこの流れが 92% ループ、はい、っていう状態があるんで、え、そこに関しては今からジロちゃん、はい、私とバトルです、はい、いいよいいよ、俺ずっとこれやっとくよ。ずいぶん楽しいよ今。いやそうなんよ、うん、こっからはもう今800万円足元へ打ちたいんじゃん。足元せんかい。 BBBBM に入るか勝負。いや誰来たぞ、立つの来たぞ。何が、何が、待って、何がいったおもろドラマがあるね。ドラマがある、うん、わぁ、うぅぅぅ、これ一番気持ちいいかもしれない。うわぁ、うまっガチジャッジ、バーソン、バーソン、やったー、え、これ絵面すごいいねー。